オッケー。撮ってます。よし。はい、どうも、岡田店長です。それでは、前回、カメラマンさんが逃げちゃって、はい。たまちゃん編をやりましたけど、はい、今回は、たまちゃんが、はめられ撮りの、はめられ撮り。はめられ撮りのカメラマンで、イェイ。で、今回は、私、岡田店長が、100枚のコインで、はい。ペガラせますんで、はい。では、早速行きましょう。はい。カモン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 。初心者の方必見ですよ。どういう台選びをするか、こういうクソみたいなデータ、これ前回たまちゃんがたまちゃんがペカラしたやつね。ペカラしたやつ。なんでこれはなしで、なし、今回俺がこの難しいデータたちの中でどういう立ち回りをしてすぐペカラせられるか。まあ、狙うのは、はい、バケ3回。バケ3回。バケ3回終わり。なるほど。うん。もうね、バケ3回だと、ね、もうビッグ来たがるのよ、すごい。だからすぐペカる。で、なんだったら、バケ4回目でもいいけど、うん。じゃあ、バケ3回の台を狙うと、すぐバケかビッグか分かんないけど、ボーナスがすぐ来る可能性が高い。高い。あ、これ、あれじゃん。あった。バケ3回終わり。バケ3回。バケ3回。これ来るから。これか。1,2,3 そういうことそういうこと。お、あ、もうこの店に1台しかない、そういう台。わ、奇跡だ。おー、ほうほう、奇跡。いいじゃない。違う。え、これ違う。あ、違うこれ違う。違う、2だ。2だ、これ2だ。これ違うな。騙されたな、これ。騙されたな、これそうだよな、これな。そうですね、おとといの分も入っちゃってんな。入ってますね。まあいい。ま、まあいい。データがバケ3。悲しいデータだな。悲しいデータです。助けてください。白大店と鎌ヶ谷店を助けてください。いきます。はい。びっくりします。はい。初心者の方は必見ですよ。まあこういう台選びました。バケ3回。はい。で、打つとき、俺ほんと、はい、丁寧に教えていくから。マックスベット、この MAXBET って書いてあるんですね。これマックスベットって言うんで。そっか。そうそう、これからですよ。MAXBET。お、2回、ポンポンって。優しく。そう。だからこれあるでしょ、これ。ドラえもんの頭みたいなやつ。これよ、ポンって。ポン。ポンポンポンって覚えてください。で、狙うの、これみんな見えるね、7ね、うん、7、2つあるからね、間違いないでね、このベルがついてる方じゃないからね、ベルがついてない方の7をこれ押してあげると、うん、トントンってポンポン、うん、トンポンポコポン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 で、この、これわかる？マスカット。マスカット。でも、今回ではブドウって呼びます、ジャグラーの中では。ジャグラー打つ際にはブドウって呼びます、ね、で、これが揃った時には大きな声でって、あの島中にブドーって、そうするとみんなびっくりして、なんだあいつはってSNS で上がるんで気をつけてください。ブドウ、あのブドウって叫ぶのは最初のブドウだけでいいんで。あ、そうなんですか。あの、毎回ブドウブドウ叫んでたら、あの、最終的にあの店員が来ちゃうんで、お客様お客様ってトントンってトントンって裏へカモンってなっちゃう。裏カモン嫌なんで。裏カモン嫌だ。オッケー、最初の50枚はこんなもんですよ、うん、次だから。何でもそうじゃん、スポーツでもさ、最初ウォーミングアップするでしょ、うんうん、ジャグラーもそう、最初の50枚はウォーミングアップ。なるほど。前期もするでしょ、前儀もするでしょ。あれ全然喋ってくんない。前儀もするでしょいきなりあれでしょ。はいはい全然喋ってくれない準備万端ゴーゴー前儀がしっかり終わっていれば、相手からカモンのあいつが来るんで。あ、なるほど、今マッチなんですね。そう、これが来ないってことは下手くそだったってことですよ。あ、へえ。さあ、延長戦。延長戦。やめない、やめない。こんなとこでやめないんで。うん、
オカルト打法は。でとりあえずまあ2000円近く打ってみて、うん、光らないと、うん、あれまずいなと思ったらお願いしましょう店長に。お必ずパジュガさんカメラめちゃめちゃあるんで、うん、誰かしら見てるんでカメラあれですね。どこだ、あったありましたね、はい、ポンポンって店長出してくださいで台番203203 うんうん、お願いします、します。これまずいな。それまずいな、言っちゃうな。ここ P かなんか。ここ P ですね。アニバーサリーなんだよな、これがな。問題は。そうですね。そうですね。俺嫌いなんだよな。嫌いは言わない。嫌い。大丈夫。慌てないで。慌てない。前回のたまちゃん編もそうだけど、150なんで。150なんで、まあ正確に言うと140から160の間、うん、で、はい、なんで140までワープしますよ。ワープキュー、トウトウはい、戻ってきました。140 そう、夢中戦ゾーンを切り抜けて140、ここから20ゲーム160までが熱いんで、はい、なんでセットします。このまま続けても意味ないんで、1回で50枚、ここでもう1回、そう、おい十分満タン。たまちゃん151、俺も151だったらもう運命だね。確かに、いきましょう、ポンポコポン、へい、150151、きた、うわ、大丈夫、160までに来るよ。いやでも一緒にしたかったな、ゲーム数。お、まあちょっと泣きのクレジットな、そうですね、で慌てない慌てない、まあこんなの誤差範囲内ですよ、誤差ふぅ、これ2枚とかになった時に2枚掛けする人いるんだけど、1枚掛けにしました方がいいですよ。あー、なるほど。で、バー狙い、バー、もしブドウ揃ったら、あの確かに、そうそう、14枚出てくるのかな、そう、14枚出てくるんで、うん、これで綺麗に終わったって、うん、あれ、おや、綺麗にすごいガチャガチャしてる、すごいガチャガチャしてるブーン、ギアチェン、ギアチェンができるお店、チロダイ、ようこそ、ようこそで、ここまでやりに切ったらさすがに大移動しましょう。そうですね、はい、ピューン、ピューンこれかな、もう全然ダメだ、だい、やばい、全然ダメじゃん、全然ダメ、2日間、何これ、やばい、お山だらけ、お山だらけ、これしかない、もうへこみにへこみまくった台を選ぶ、なるほど、それがいい。あ、90ゲームぐらいだ、おほらこれですよ、554総回転数のうち462でビッグ引いた、うん、ってことはビッグ終了後90ゲームぐらいしか回してなくてやめてるわけですよ。あ、なるほど、ってことはあと60ゲームゾーンじゃん。おーおお、見つけた、ほら、ということでこれはもうバッチリペカありますんで、とくとご覧あれ、はい、奇跡の目撃者となるよ。うえー、かっこいい打ち方はさっき言った通りですね、チェリーボーイで、ブドウが1回目のブドウはすげえ叫ぶと、めちゃくちゃ叫ぶ、そう、狼が来たぞばりにね、ブドウ依存症ぐらいな、ブドウ依存症、ブドウが来たぞ、逃げろ、ブドウ異常に反応する人ブドウ異常反応する人ブドウアレルギーの人ですね実質今これで110ゲームか、昨日からの続きだと、うんうん、だからあと40ゲーム後に
ゾーン。ゾーンですね。前期がうまくいってればゴーゴー。あ、じゃあさっきのはダメだった。さっきじゃないです。下手っぴだったみたい。ゾーンスタート、スタート、スタートする前にコイン入れておきましょう。もったいない。リズムが狂うのは。70ゲームまでが前回と合わせてそう160か、160ゲームまでになるんで、おや壊れたの、おやおやおやおあーリセットされたな、されちゃいました、リセットされた、それやられちゃうと変わりますよ、据え置きだと思ったから、え、あしたらまた回さなきゃいけないじゃないですか、150、そう150まで、チェ、まあしょうがねえな、やってやろう、まあ何はともあれ150まで、はい、そして今何時なんだろう、確かにやばいやば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 入ってる、やば入ってますね、じゃあちょっとスピードを上げて、はい、即ペカリさせますんで、お、なんだちょっともうちょっとたまちゃんとの時間を楽しみたかったけどしょうがないね、お別れの時間です、そうですね、それではもうそうそうお別れの時間です、また次回もお楽しみにバイ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 、うわぁやばいの取れた、やばいの取れた、じゃあ本当に次回もお楽しみに、バイバイ最後までご視聴くださってありがとうございます、これからも頑張りますので応援よろしくお願いします、バイバーイ。